そう、とばっちりすぎるでしょ。こんなおばあちゃんまで、え、いや、ちょっと君たち絡むとすごいことになっちゃいそうだから、ダラーズ、え、ミカド、え、え、すごいな。ただ静かに見つめろ。はい、どうもアニメレクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはジュラララ第11話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたデュラララですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第11話でございます。まあ前半クールが終わりに近づいているよっていうわけではあるんですけど、いや面白い、いやどん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 ね、物語が深みにはまっていって、なんかやっぱりいろんなキャラがいっぺんに出てくるけど、その裏側を見ることでなんか、うわこのキャラこんなんなのみたいな、そして最後気になっていたミカドが結構とんでもない人間なんじゃないかみたいなことが明らかになり、さあ今回ミカドしての物語が進んでいく。まああの首の女の子、首側がどっか行っちゃったから、彼女がどこに逃げたのか、そしてセルティたちはまた再会することができるのか、いろいろと楽しみにしていこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ今回ですね、まあ唯一と言っていいほどのまともで普通の男の子かと思ったミカドがちょっととんでもない存在なんじゃないかという。でもなんかやっぱり首なしライダーの噂を聞いて本当に首がないで喜ぶところとかすごいいいよな。なんか本当にそういうのを求めてるというか、なんかなんて言ったらいいんだろう、なんかなんて言ったらいいんだろうね、度胸があるとはまた違うけど、どこか静かに、もうトグサさんもだいぶ狂ってるからな、もう小石ぶつけただけでブチギレてたよ本当に。まともそう、本当にでもドタチンだけかもしれない、もしかしたらこの作品でまともなの。どうなんでしょう、ビリビリヒロインかな、そうだね、姫神。ああ。私の手の内。私。あれ。僕だっけ、俺だっけ、僕だっけ。なんかありそうだな。私の手の中に。さあ、まあ、お、あー行ってこよう。そうね、そうね、そうだね。もう、うん、おー折原伊勢やだけど大丈夫？非通知、これイザヤに連絡してた？ナミエさん、セルティと会ってる時。誰だ？あ、ミカド？あ、私。疾風堂と、な、何？ダラーズコミュニティで何か仕掛けてる？え、ロシア寿司集結ワンツー。すごいね。
適当に返事してるな。やばい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 、それを受け止められる。サイモンはやっぱりおかしい。かわいそう、とばっちりすぎるでしょ。そばのライダー、うん、変わってしまった。首が重要なだけで、そう、シンラとの関係も全然大事じゃないわけじゃないっていう、なかなか複雑なところだよね。さあ、うわ、どういう取引する気？お、ミカド。さあ。素敵なお姉さまが来たな。まあ、わあ、周りにいるね、配置してる。真実、首についての話。まあ響かなそう。怖っ。そうね。うわあ、すごい理想的なお姉ちゃんだ。うん。なる、おお。あ、こういう人かか。話しながら。やばい、素敵な壁ドン。あ、目がやべえ。寝てないんだろうな。まあね、すごい。でももう完全に危険だよね。暴れるわけにもいかないというか、暴れらんないしな、この状況で。お？こんな世界。何を見てるんだ。質屋。時間稼ぎ？信じる。なんだ？何？みんな。
何？送る？あ、来る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 、矢切製薬が。ギリギリまで引きつけてる？カズ、送信。どうする気？何？あちこちで？何？ダラーズだけじゃないな、多分。え、これ誰にメールしてるの？どういうこと？言うからめ。うわ、色づいてく、色づいてく。モブがモブじゃなくなってく。あ、ワゴン組だ。なんだっけ、地獄少女。みんなメール来てる？どうやれ？スーパーハッカーかなんかなの？行くぞ。ん？てか、今、映ってなかった？ハリモミカ。何が起きてる？何か、誰かいる？後ろ？首と、あ、ドダチン！どういうこと？どういう流れになってるの？あ、ダラーズ出荷、全員ダラーズ？え、こんなおばあちゃんまで？てか、なんか、ダラーズしかいなくない？ん？金髪？え？なんだこれ、トンチキュータリユリがいるぞ。いや、ちょっと君たち絡むとすごいことになっちゃいそうだから、ちょっと。サービスすぎるでしょ、この二人出てくんの。うわ、噂も。バッカーノのやべえやつ。バッカーノの中でも結構やばいやつだよね。よし、もう行こう。頭をバットで打ち抜こう。ミリアならできる。うん。うん。うん。あ、パソコン？テレビデオ？何？パソコンだ。めちゃくちゃパソコン強い系？あ、予報。ああ、確かに。そうだろうね。インターネットの海は。うん。うん。ラブハンター様。やっぱり。そのチャットか。
閣下。あることにする。うん。え？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 ダラーズ？え？ミカド？え？え？イザヤじゃないの？はん？あ、悪い方になっていっちゃうんだ。ああ、それをイザヤが乗っ取ったんだ。そういうこと。うん。例えば。綺麗です。恋太郎。お？どういうこと？うん。うん。そういう噂になってるんだ。うわ、ミカドが作った。うん。わあ。おう、いい評判。まあ、悪評よりまあ、別に、みたいな。普通にコミュニティとしての、あれになってる。みんなダラーズだね、でも。カズターナとか含めて。池袋、うわ、すごいな。ただ静かに見つめろ。いや、確かになんか攻撃ではないけど。もう合ってるよ。アラブの石油。うん。本物。創始者かっこ本物？ん？これ線がぶち切れてるところではないけど。さあ、逃げてるところ、あぶねえ。何？アドミン。
はーすごいな。影が揺らいでるけど、あ、まっすぐ。名前。名前は覚えてるわけだね。でもやっぱ行動だったり過去だった、あれ飛び降りちゃった。さあ来るぞ。うわうわ、もう馬の稲鳴きのように。吹っ切れた？うわうわうわ、声が、え、さあ首がないとこ明らかになっちゃったけど、これ見て首はどう思う？さあみんな取り始める。あ、生まれた。これが、やべえ、出てきちゃった、メス。え、何、どうなっちゃう、終わりかい。やべえ、もう飲まれちゃった。もうアイザックとミリア出てきてなんか平和だと。アイザックとミリア、アイザックとミリア、ダラーズだったんだ。やばい、不老不死でダラーズ。愛も変わらず楽しそうで安心しました。うわすげえなこの作品、もう目が離せないよ。さあでもこの後のことも考えてるのかな。完全に吹っ切れちゃったっていうか、なんか収拾がつかなそうな雰囲気があるけど、ねえ、夢だったぐらいにするしかないよね、あの時の。すごいな、でもミカド。そうか、ミカドがダラーズ作ってたから、それに後乗りして乗っ取ったのが、イザヤなのか。で、多分情報的に、多分何 IP アドレスとかなんかよくわかんないけど、そういう情報的に、ミカドなんじゃねってなったのか、創始者が。さあ、うむ相乗。さあ、針もいいか。
産む創生、あーどうなるんだろう。はい、というわけで見終わったわけなんだけど、いやマジでおもろい、この作品やばいな。いやてかアイザックたちいるし、いやよかった先にバッカーの見て、いやこの登場マジでおもろいんだけど多分まだ気づいてない、まだ多分自分たちが不老不死であることに気づいてないよ。ミリアたちはなんか長生きしてないみたいな感じだと思う。とんでもねえな彼らは。彼らが出てくるだけで画面が華やかになるし、ミリアがいるだけで全てが肯定されるから、やっぱりあの二人は常に画角には映っていてほしいなっていう感じではあるんだけど、なるほどなるほど、ミカドすごいな。だからそれこそだからバッカーノで言うと、だからジャグジーみたいな感じか。だからすごいおとなしくて、あんまりこう争い事とかなんか派手なことあんまり好きじゃないし得意じゃないけど、多分許せないことがあったら決してそれは許容しないみたいな、そういう強さを持ってるわけだ、心の内に。なんか小市民太陽を抱くみたいな、なんかなんて言ったらいいんだっけ、なんか小市民よなんたらかんたらみたいなのあるじゃないですか。だから弱い者ほどみたいな感じ。そういえば成田先生作品にはそういうキャラいるな、やっぱり。でもしっかり、なんか怯えているけど、クルポンも多分そんな感じだもんね。デッドマウントデスプレイあんまりこういうの痛いの好きじゃないしみたいな感じだけど、やっぱりあれだからなんかやる気になったらめちゃめちゃすごいみたいな。あーなるほど、すごいねミカド。そういう風なやっぱり架空の存在だったり、架空の存在を実際に持ってくることで非日常を体現しようかと思ったら、それがイザヤにとって多分乗っ取られちゃったんだろうね。そこでなんか悪い風になったりだとか、その看板を悪い風に使う人が出てきたりとかっていう感じになってるけど、でもなんかある種とある日突然だよね、ギャングのチームからなんかいい人チームというか、なんか無害なチームに変わったよね。何がきっかけなんだろう。それこそダラーズ参上って書いたのを消したのは誰なんだろう。あれ絶対絡んでるよね。なんか不可解なまま流したけど、あれ絶対伏線だと思うんだよね。何なんだろう。でもそうか、以前は気づいていたんだな、だから帝が作ったんだみたいな、あの位置みたいな、マジで作ったのかなこの子がって思ったら、もうガガガガってこう進んでいったりとか、その計画の練り方とかも含めて、ああマジじゃんみたいな、大当たりみたいな。イザヤはどういう気持ちで見てるんだろうね、でもこれって。今んとこダラーズの管理というか、操作だったり動きっていうのは全部やっぱりイザヤがやってたからこそ、イザヤのやりたいようにダラーズを使った人間実験ができたわけなんだけど、そうじゃなかった場合どうなるんだろうね。なんか、味方が絡んできた場合どう思ってるんだろう。まあ、それはそれで楽しいって感じか。人間こうなるんだ、みたいな。でもいいよね。なんか平和主義的やり口がまたいいよね。なんか集会に集めて、携帯見てない奴が敵だ。攻撃せずに睨みつけろみたいな、ただ見つめろみたいな、すげえ平和主義、平和主義だけど、いやでもみんなテンションが上がってるな、いいないいな。カリサワさんたちもなんかこう、どこにいるんだろうアラブの石油王みたいな、初期面っぽくない？でもなんかカリサワさんたちはどうなんでしょうね。いやでもそうか、でも規定なんかあれだって言ってたから、また別か、どうなんだろうね。なんかイザヤ経由で入った可能性がある人たちと、それ以外で入った人たちがいる可能性があるわけだもんね、やっぱり。まあ初期面はだいぶ少ないんだろうけど、マサオミはどう思うかだね。マサオミはダラーズなのかな、集まってきてるようにも見えなかったからダラーズじゃないのかな。でも大体やっぱり池袋に住んでる人も老若男女、まさに老若男女だよ。ばあちゃんとかも携帯見せたからね、わしもダラーズじゃんみたいな感じで、もう老若男女問わずあのダラーズなので、まあ彼らがこっからどう起こしていくか。でセルティの最後のあれも気になったよね。あれに対して怒りが湧いたみたいな感じだったけど、どうなんだろう、喪失感なのかな。なんかやっぱりセルティって同じだけどなんか違う存在っていうのにすごい諦めみたいなものを感じたのかな、どうなんでしょうね。多分お互いに掛け合ってる情報を持っているはずなんだけど、セルティっていう名前は共有しているわけだもんね。でも最後ヤギリ聖司がやってきてどうなっちゃうかだよ。でもすごいな、あんなになんかもうザ反射じゃないけどさ、ナミエさんも僕めちゃめちゃなんかすごいなんか悪として美しいなって思うタイプだから、すごいなんかこの単価の切り方だから、うわやばいな怖いなと思いながら見てたけど、全くひるむことなく数に頼るって言って、やっぱりしっかり行動に起こす帝めっちゃかっこいい。さあさあさあ、次回聖司と
政治と味方がどうなっちゃうかだね。もう即刺しに来たじゃん。うん、まあでもとりあえず次回は過去をいろいろとやっぱりまたハリマミカの過去だったりなんだったりに触れていくということだと思うから、ちょっといろいろ注目していきたい。多分体の記憶だと思うんだよね。多分政治に多分矢印向いてるの。まあいろいろ気になるところでありますが、次回も楽しんでいきましょう。以上デュラララ第11話でした。バイバイ。